いやー久しぶりだわこの画面。久しぶりにフォートナイトやろうと思います。懐かしいなー。いやフォートナイトから離れてもう1年ぐらい1年半わかんないけど、めちゃくちゃもうやってなかったね。ちょっと久しぶりにつけてみたらもういろいろもう進化しすぎてすげーって思ったよ。フォートナイトちょっと小話しつつちょっと早速始めてみようか。で今俺建築とかできないから建築ないモードやりたいんだけど、あ、これだ、ゼロビルド。ゼロビルドソロ。行ってみようか。せっかくならさ、あれでやるか、久しぶりに。U 字スキンでやるか。マジで俺に似てんだよな、これ。どうなってんだ、フォートナイト。すっげえことになってんな。ちょっといろいろ話したいことがあるから、田舎降りるか。ということで、久しぶりに俺のこと見た人もいると思う。俺最近何やってるか知ってる？グラセフやってんだよ。ただのグラセフじゃないです。グラセフ、ロールプレイっていうのをやってます。で、そのグラセフロールプレイっていうのは何なのかっていうと、で、グラセフオンラインってたださ、プレイヤー同士が殺し合うだけじゃないですか。じゃなくて、グラセフロールプレイっていうのはちょっと待って、こいつぶち殺していい？ちょっとこいつぶち殺していい？なんかこのショットガンの方が強そう。ポンプショットガンみたい。おーま、顔出せや。痛すぎ！逃げるのか、お前そのまま。お前またそっち、あっぶねえなあいつ。よーし、まーず1キル。久しぶりにしちゃいいんじゃないか。なんだこれお前、ずるいもん使いやがって。なんだよ、新しいもん増えすぎだろ、フォートナイト。いや久しぶりにやるとおもろいな。ね、話の続きなんだけど、今俺がやってることってグラセフロールプレイって言って、例えば普通の GTA オンラインって人を殺すと NPC の警察官が来ますが、このロールプレイっていうのは警察官が NPC ではなく人です。プレイヤーです。プレイヤーの警察官が追ってきます。でそこで捕まると刑務所に入って刑期を過ごしたり、あと罰金とか武器を取られたりとかいろいろ罰を受けます。あとは好き放題殺し合いもできません。法律が現実と同じようにあるから、人を殺したらそれも罰を受けます。プラスそこでダウンしたらすぐに生き返れません。救急隊が駆けつけるまでその場でずっと身動きが取れない状態になります。あと他にも車のカスタムや、Uber Eats の配達員、カフェの店員とか、サーバーによっていろんな職種があるんだけども、そういうの全部プレイヤーがやってます。もう最高のゲームなんだよ。逃げろ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 。どうやって使うの？こうか。危ねー。あ、なんか、さっきも見たような気がするけども、ちょっと話の続きからしていこうか。久しぶりすぎて落下ダメージのこと完全に忘れてた。そこまでやってねえわ俺。やべえわこれは。で、このロールプレイっていうのがもう最高なんだよね。これがね、日本で流行ってない理由がただ一つ。日本サーバーがない。まともな日本サーバーがないんすよ。あとはパソコン版のみのプレイしかないから、そういうのも原因だったりしたりして、全く日本で流行ってないんよね。で、俺海外の配信者が好きでロールプレイっていうものを知ったんだけども、自分で実際にやってみて、これほど革新的なゲームはないと、そう確信したんですよ。はい、よし、こっから登りの、そう、これジャンプできるのは知ってるんよ俺。よいしょ。なにそれ、ずるいってそれ。あぶねー。ちょっと一回俺の GTA ロールプレイの動画を見てない人は騙されたと思って見てほしい。 GTA にこんなのあったのってマジでビビる、正直なところ。日本人誰もやってなかったんだよ、俺が投稿し始めた時。少ししてから日本人のストリーマーの人が、ストリーマーだけが入れるラストのストサバってあるじゃん、ストリーマーサバ、あれみたいなのを作った。なにこれ、槍？なんかいろいろ武器ありすぎじゃない？ちょっとまともに動画投稿してたの俺しかいないから、もう GTA やってるプレイヤーですら知らないみたいな状況が続いております。なんだあいつ。いったいったいった。ちょっとアサルトに持ち替えて。おい見えてんだよ、おい見えてるよ。はい、シールド割っていくからの、うえ、こうやって使うんだろ。うお前は鳥だ、鳥だ。
鳥ってどうすんねん。鳥だったよ。おーもう久しぶりにフォートナイトやってもう集大を晒してるわこれ。もう久しぶりっていうのがもうバレバレだねこれ。楽しいな久しぶりのフォートナイト最高だわ。まあちょっと長々その GTA について語っちゃったんだけども、マジでもう YouTube とか関係なしにめちゃくちゃハマりました。まあ、だからねマジで見てほしい。一日十何時間とかずーっとやってました。でなんとね俺が今やってるサーバーは英語版です。英語版なんで全部プレイヤーとのコミュニケーションも英語です。そんなんできないと。ダマちゃんそんな私英語できないよ。そんな人のためになんとこの度新しく日本サーバーができます。いやこれはねもう革命的なんですよ。あのねとある企業さんがよろしければ日本サーバー作りますよ、ぜひプレイしてみませんかっていうねお声をねかけていただいたんで、今回ねそれが実現しそうなんだよね。やばくない？ちょっと何がやばいかっていうのを伝えるわ。まずねサーバー作るのめちゃくちゃ大変です。初期投資何百万円ってかかります。でエンジニアとかも必要です。運営する人も必要です。そういうのもね全部やっぱりやってくれるっていう。俺はなんかまあ言ったらそのサーバーの公認プレイヤーみたいな形でやっていきます。 GTA のそのロールプレイは 5M っていうんだけど、 5M っていうシステムを使ってそのロールプレイっていうのをできるようにしてあるんだけども、その 5M に入るのに必要なもの、それはパソコン、そして、GTA だけです。エピック版、スチーム版、どっちでもいいです。で、パソコンのスペックに関しては、多分、おそらくだよ。15万以上の PC ならなんとかできると思います。っていう感じで、マジで、楽しみです。やばいです。ルールは厳しいです。理由もなく人は殺しちゃいけません。で絶対に、ボイスチャットもつけないといけません。法律があります。現実と同じです。現実の自分が、そのゲームの中に入ったというイメージでいいかな？そのイメージでやってくれれば大丈夫かな。なんで、ルールもめちゃくちゃ厳しいんで、もし入る場合は、ちゃんとルール全部見ないとすぐにバンされます。痛い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 。やばいやばいやばい。よし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 、なんかもらった。何それ何それ、知らないしない聞いてないよ、あぶねー、なんだかった、やーべー、うわーばばばばばば、いやー、もう何が起きてんのよ、なんだよそれよ、いつの間にフォートナイトはスターウォーズになったんだよ。何、進撃の巨人もスターウォーズでも、なんなのこの世界、めっちゃおもろいやんけ。フォートナイトで最近すげえなって思ってんのが、メタバースへの先駆けになってんなっていう。なんかクリエイティブ系がめちゃくちゃ進化してるんでしょ、ソフトのおかげで。それを聞いて俺はねうずいたよね。やっぱメタバースとかね仮想現実とかめちゃくちゃそっち系好きだから俺。あの GTA のロールプレイも言ったら、まあもう一人の分身としてとネットの世界で生活するっていう感じなんよ。そうだからもうそういう系ね好きな男としてはもう震えました。フォートナイトの最近のフォートナイトの進化、フォートナイトもロールプレイみたいなのできたらいいんだけどね。もうそしたら俺めちゃくちゃもう多分やりまくると思うわ。最近みんな何やってんの、最近みんなゲームやってる、ゲームやってるとしたら何のゲームやってる、みんなちょっとコメント欄に書いてよ。最近みんな何やってんだろう。おっはっ、あー外した、え何してんの、はっはっ、危ねえ。今いろんなゲームありすぎてさ、もうやること多いよな今今の子ってやること多くね、もうね最近あやるゲームもねえな、バロラントエーペックスもそろそろやり尽くしたな、そんな人はもうロールプレイよ。そうやり込み要素とかもあるから、そう武器を作るためにもレベルを上げなきゃ強い武器が作れないとかあるんよ。お撃っちゃってる撃っちゃってる、うえお、あいつきちんじゃねえか、どこ行ったあいつ、ちょお呼びじゃない、誰お前、
あぶね、マジで久しぶりにフォートナイトやるともっと喋れないな。昔もソロ実況全然喋れなかったけど、フォートナイト。これちょっとライトセーバー持ってるやつは近づけねえわ。俺はもう最近はあれだね、ゲームというより動画投稿、生放送が楽しいってなってきたから、またそこも変わってきたね。真の実況者になりつつあります。とりあえずあと12人もいるから、何としてでも生き残るわ。久しぶりにやったらバトロワの緊張感戻ってきて、ちょうどいいですやっぱフォートナイトずっとやってるとさ、そのバトロワ特有の緊張感がなくなってくるやん。おいおいおい、そんなとこで回復してていいのか。うえー、あいつじゃね、スターウォーズ、スターウォーズか、来たよ。スナイパーじゃなくて俺もスターウォーズになる。あ、立体起動装置いいね。おお、立体起動装置からのスターウォーズか。今の流行りは、今のネタこれか。あ、なんか追いかけっこしてる、いいいいな。あ、待って、ちょっと待って、プレイヤーかボットか分かんなかった今追いかけられてるやつ。あいつ狙うか、俺と正面から打ち合おうっていうの。それは野暮な話よ。おいおい、追いかけられてますねお兄さん。あ、どこ行った。あ、いたいた。あいあい、あ、やべえ、当たんねえ最後の一発。あ、死んだ落ちて死んだ。くさい、いた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 。おい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 、いいのかよ正面で撃っちゃってよ。やべ、マウスが。飛びやがったなあいつ。これで上取ってればもう最強じゃねえか。俺の考えは当たっている。うえーからのグラップルで逃げつつ、立体起動装置だった。もう昔の名称ないよ、全部俺の頭の中にある名称が。いや、最後の最後勝ちて。いたいたいた。これは行くしかねえっしょ。よっしゃー、楽しい楽しい。いや、ちゅうことでさ、今日ちょっとちゃんと俺話せてたかわかんないけど、楽しかった、フォートナイト。これからのね、俺のチャンネル、いろんなゲームの実況していくチャンネルになると思うんで、皆さんね、一つ一つの動画、手は一切抜いてないんで、ぜひ見てください。楽しくてしょうがないっす、最近。はい、ということで、まずは登録者数100万人目指して頑張りたいと思います。それでは皆さん、次回の動画もお楽しみにください。See you next time!